はい、皆さんこんにちは、ワネルグルージです。では今回はハーツオブアイアンの方じゃないですね、EU 法織田家もう日本プレイと言っていいと思いますが、続きをやっていきたいと思います。今はですね、ご覧のように改正助直と戦争中なので、これをまずね、しっかり勝利のうちに終えたいなということで軍を送り込んでいる最中になります。で、あとですね、艦隊の維持費がとても低い状態なので一旦マックスまで上げます。まあ、本来だったら、戦争が始まる前までにね、余裕を持って上げておいて艦隊の士気を上げてから開戦というのが理想だと思うんですけども、ちょっとここはすいません、操作ミスですね。もったいないところですが、しっかりここはリカバーしていきましょう。では時間を進めていきます。で、不穏な州ありという話で、これがそうだな、おっと、貴族の確執。本当にね、UFO はこの手のイベントが多いので飽きないですよね。国家の主要な一族の間の暴力は決して表に現れていないわけではない。なんか回りくどい言い方ではあるよね。多くの場合、この不安定さは紛争へと発展。結果は本格的な内戦ではないとしても国家の安定度を大きく見出すと。いやー、せっかく国家の安定度プラス3まで持ってきたからさ、これは絶対に下げたくないな。八の貴族が、下宇で反乱。下宇の地方自治率がプラス25。おぉ。外交力33を失ってても問題の解決を試みた方がいいな。で、今、国内には、文後に1万8000の軍がいるので、これ、国の中央、駿河あたりまで、動かしておきましょう。で、朝鮮半島に渡っている軍4万で、なんとかね、敵を屈服させていきます。人的資源はもうね、本当に余裕が逆に出てきてるね。前までと違って。前まではもう人的資源がなくて、ヒーヒー言ってたんですけど。人的資源が余ってるっていうのはなんかいいことがあるのかな？人的資源が余ってるからといって、兵力を無駄にというか、まあ、バンバン作っていくと、維持費でパンパンになっちゃいますもんね。ピョンヤンも獲得してるね。とはいえ、どうだろう。一番しょぼいアジア重兵だと、それなりにというか、全く金をかからずに処理できそうだな。今、テクニカルな目で完全に劣ってるので、まあ、アジア重兵をドカドカドカーと作っておくというのはありだよな。金を使いますが、金はすぐ貯まるものの、維持費だよね、問題は。一時的な支出はともかく、維持費がどんくらいかかるかという話だよね。改正助直はもう敗戦間近だな。まあ、属国化してしまうのもありだし、割譲させてしまうのもありだし、明と国境を接しておくっていう利点もあるしっていうね。この後はもう朝鮮との戦いになりますけども、技術力の差がありすぎて軍勢の力で数で圧倒する以外にちょっと勝利の道筋が見つけられていないというところなんで、数で圧倒するための何かをちょっと考えておいた方がいいよな。で、並行して、とにかく、テクニカルアップデートをかけていく。アユタヤ。アユタヤって皆さんご存知ですかね？タイの昔の王朝であってる？なんですけど。アユタヤはね、まだ行ったことがなくて一度行ってみたいんですけど、一泊二日ぐらいで行くのが多分のんびりできる。もしくは、まあ朝っぱらから行って夕方ぐらいまでっていうのがね、多分アユタヤの楽しみ方だと思うんですけど、さすがに一人アユタヤはきついんですよね。で、タイガールを召喚するにしても、朝からタイガールってね、結構厳しいんですよね。
そうなると一泊二日でアユタヤについてくれるタイガールを探さなきゃいけないっていうね。そうだな、来年の目標はアユタヤ一泊二日旅行をちょっと目標にしようかな。別のタイガールからチェンマイに誘われてるんですけど、チェンマイってなるとチェンマイだけ、まあ、直行便が多分成田とか東京羽田からは出ていないっぽくてですね、一度バンコクに入ってバンコクから、まあ、国内線、タイの国内線に乗り換えてチェンマイに入る必要があると思うんですけど、そうなると、まあ、移動だけで行きで1日帰りで1日を完全に潰すので3泊4日で行くともう無理だと。で4泊5日5泊6日で行ってチェンマイに、まあ、遊びに行きますっていうプランにしなきゃいけないので、おいそれといいよと、いつ行くっていう話がね、なかなかしづらいんですよね。その点、アユタヤはね、割とそういう話がしやすい立地にあると思うので、ちょっとチャンスを見ては、アユタヤ旅行を来年の一つの目標に据えていきましょう。で、文豪に兵1万を集めます。だいぶ余裕が出てきてるからね。新しいアイディアなんですけど、これ、大会の覇者、まあ、指揮官枠プラス1、あとはアドミラルコストなんで、まあ、提督の、まあ、多分、雇うコストだと思うんですけど、これにボーナスが効くんですが、外交力を380使うと出ていて、まあ、今、外交力を使ってそれをやる必要があるかなっていうんで、ちょっと見送ってます、今のところ。まあ、港の封鎖の話はいいかな。こんなところですかね、トピックスとしては。で、不温度が悪いときた。アントン独立勢力。アントンの独立勢力も微妙だな。州の不温度。まあ、今だとね、安定度がプラス3なので、この程度で済んでいるっていうのが、まあ、現実の話で、安定度が低いときはね、ボカスか反乱が起きて、その制御がままならないということで、テクニカルアップデートが遅れて今のこの窮状になっているので、もう同じ鉄は踏みたくない。で、なあ、踏み絵が来た。踏み絵が来てしまった。陸奥に軍を送りましょう。踏み絵は本当に、百害あって一利なしだからな。反乱軍もね、強くなってきてて、いかに自分のテクニカルが、悪いかっていう話なんですよね。ちょっと待ってくれ。勝手に和平結ぶなや。せっかくなのにな。やってくれたな。で、どうなったの？改正貯蓄は、国を、ちょっと小さくされたわけね。でも、その程度で済んでよかったよねっていう感じだよね。改正貯蓄側からすると。で、踏み絵の話が来てるので。指揮官はいないものを、ここに、陸奥に派遣しておこう。反乱軍侮れない強さありますからね。ちなみにこれも今何の目的でプレイしてるのって話なんですけど、基本は朝鮮半島を完全に奪うというのをね、目標にしていきたいと思います。まあ、当初民っていう話だったと思うんですけど、もうこの状態になると民同行っていうレベル感の話ではないので、朝鮮半島、ここをね、我が物として、占領していきましょう。で、民に対しての外交だな。何？指揮官が去っていった。そして陸奥で戦争。これはさすがに鎮圧できそうだね。
民に対してどうする？同盟したいけど何にもしてくれないね。関係改善もうまくいってる感じはない。贈り物を送っておこう。贈り物の効果が全くない。お、花見の依頼が来たな。ダカットだ、今は金が欲しい。で、残された家族。直近の戦争は国民に大きな負担をかけた。多くの国民が戦場に召集されたが、戻ってきた者はほとんどいなかった。どの戦争のこと？朝鮮の戦争かな。貴族も庶民も出兵した家族が家に帰るのを待ちながら苦労して働いたが、戦争は終わり、結局それらは何ももたらされなかった。いや、まさにそうなんですよ。改正助直に関して言うと何も得るものはなかったですからね。で、戦後の減税。うわぁ、税補正マイナスはきついなぁ。国家人的資源補正。まあ、マイナス20。これの方がまだマシかなぁ。国家不穏度は絶対ない。ちょっと一旦、そうしましょう。封鎖技術の話は、まあ、ほっときましょうか。とりあえず、今すぐ封鎖云々という話はないので。問題は、民とのね、その、関係改善をしっかりやっておきたいので、それをどうするかだな、タイミング的に。で、艦隊は、一旦民を、どこで防ぐかだよな。今、朝鮮と戦争した場合、何が起きるかというと、民が敵に回りますという話なんですよね。なので、まあ、民を敵に回して勝つのは、まあ、至難の技だと。なると、まあ、いかに早く朝鮮を、まあ、民が本格的に寄ってくる前に終わらせるかっていう、まあ、そこにつきますね。で、琉球に関しては同盟を提案して、味方に引き入れよう。で、王室間の求婚もして、完全に琉球をこちらの味方に引き込みます。まあ、兵6000とはいえ、貴重な6000。これで戦争した場合どうなるか。想定というか期待では、琉球が味方になってくれるという想定なんですが、そうはならない。だよね。で、金がマイナスになってる理由は確認していきます。マイナス 1.69。ほう。まあ、今は戦争中ではないので、一旦艦隊の維持費を下げますが、それでもプラス 0.49。何が落ちたんだろう。ちょっと後でチャートを見直す必要があるな。何かが落ちて著しく下がってますよね。民との戦争をどのタイミングでするか、まあ事実上朝鮮との戦争なんですが、民との戦争になるんで、朝鮮を一気に食うとなると、海上で海で民を食い止めてる間に、朝鮮半島を平らげる。それが理想的だよな。州との関係はもう皇居のものになっている。一方、改正助直は
前線を布告するととんでもないマイナスになるね。モンゴルとの戦線布告、いやーこれも勝ち目ないよな。こんだけ敵が増えると。もちろん明との戦争なんて論外でしょう。明が参戦しないタイミングというのはやっぱりちょっと探っていく必要があるんだよね。今だと満州は味方になってくれるけど、逆に満州だけで明と琉球は敵に回ってるからね。州の回収が来てる。これは反乱が起きる可能性があるけど大丈夫？一旦大丈夫だね。武蔵まで軍を動かします。朝鮮にいつ戦争を仕掛けるかだな。もう明との戦争は避けられない。朝鮮と戦争を始めると明との戦争を避けられない情勢になってるのは、もう変えるのは難しそうな部分になってしまっているので、できるだけ早く決着をつけるっていうのが重要ですよね。技術点がもうボロボロだからね。ここは健康一滴。朝鮮と戦争をして早期に決着をつけていきましょうか。それしかないな。ということで、国内には1万を残して全軍を朝鮮に入れましょう。なんとかね、技術を上げていきたいところなんですけどね。軍事技術13だから、他13とかだからね。明はちなみにどうなってんだろう。いや、明の軍事技術15でしょ？いや、これ本当にさ、勝ち目ないよな。朝鮮ですら13だからね。今更追いつくにしても本当に厳しい。平成鋭意大将軍の病気、信康が病気になった。まあ、なんとかこれを13まで追いついていかなきゃいけないんで、ただマイナスのペナルティもきついしな。統治技術に関しては9だからね、まだ
侍魂で何とかするしかないからな。兵力の差で敵をなんとか追い込んでいくしかないかな。なんとか軍事ボーナスが欲しい。このまま行くと11に上げるのに1653年だからね、だいぶ先だからね。そうなると本当に反省点は、まあ上げればキリがないというか、安定度を無した無茶な作戦が諸悪の根源だったなぁとは思うんですけど、ここはちょっとね、もう次のプレイの話をする時点で皆さん慣れてしまうとは思うんですけど、次のプレイの時はもう少しね、ちゃんと考えてプレイをしていきたいなとは思います。まあ、ただ、信長の夢であった朝鮮、都会作戦はね、曲がりなりにも一応うまくいったって言っていいのかな。まあ、決行はしましたからね。さあ、では、朝鮮に対して、玉砕覚悟の宣戦布告していきましょう。ただまだ望みを完全に捨てたわけではないので、朝鮮に一気に攻めかかって一挙に制圧を行い朝鮮半島を取る、うわ、ここも完全に敗戦したわ。そうだよね。だって4日が、いやーミスったな。ここも艦隊の維持費マックスにしとかなきゃいけないところじゃん。ちょっと待ってね。とはいえ順調だぞ。朝鮮さえ食えばいい。明が上陸してくるかどうかぐらいかな。ちょっと怖いのが、明がね上陸してくるとすんごい怖いんで、ちょっと艦隊を動かします。が、明ではなく琉球が上陸してやがる。あー、クソ琉球め。まずは、九州。で、琉球を撃破していかなきゃいけない。キリシタンとの緊張って今これはやめてくれよ。終わりでこれか。まぁ、ちょっと一旦無視だ。しかも5万1000とかもう。民が2万、民の2万6000もしんどいなぁ、これ。ただ、朝鮮を取る。
朝鮮さえ取ればいい。うわ、民の大軍だ。これだってもう侍とさ、近代化された民の兵比べたらまあ勝ち目ないよな。民の軍が上陸をしてきましたので。缶のパイですね、これは。はい。まあ、本当に今回のゲームの反省は、もう完全に、ここですね。まあ、安定度に全て依存してると思う。安定度を無視した、まあ、戦争を行って、まあ、結果、軍事技術、軍事力を使って、その、まあ、不穏度、反乱の兆候を揉み潰したりしていたので、まあ、とにかく軍事力がたまらない。まあ、それは外交しかり、統治力しかりだと思うんですけど、まあ、そこですかね。まあ、皆さんからいろいろアドバイスはいただいているので、ちょっとそのアドバイスをもとにですね、まあ、今回は信長の朝鮮出兵でしたけど、やっぱりね、朝鮮出兵といえば秀吉ですよ。秀吉。次回は、秀吉の朝鮮出兵をやっていきたいと思いますので、ちょっとまだね、皆さんのアドバイスとか、コメントとか、熟読させていただいて、一から EUFO 勉強し直してプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。